何でもありません。何でもないったら。<laughs> そりゃ、眉間にシワも寄るでしょう。な、なんでって。あなたが一番わかってるんじゃないの <laughs> あなた。 この前仕事があるって言って、私のデート断ったでしょ。そうよ。行きたいお店あったのに。でもお仕事だからっていうので、お買い物しに行こうと思って。お疲れ様のごちそう。美味しかったでしょ。 頑張って作ったんだから、嫌な思いして。もう、あなたのせいなのに。だけど、あなたのこと信じたの私。あなたは、浮気なんかしてないって思って。なんであなたが驚いてるの あれから様子見てたんだよそしたらこそこそ誰かと連絡取り合ってるみたいだしもう私のこと飽きちゃったのかなってなって仕事があるって言ってた日 女の人とアクセサリー見てたでしょ。すごいニヤニヤしちゃって。その顔は私だけのものなのに。なんで他の女の人に見せるのって。そうだよ。見たんだから。他ううん。あなたの隣には。 すごく綺麗な女の人しかいなかった見てないってば言い訳するの正直に話したらいいじゃん私のこと愛してないってふ <laughs> <laughs> いつもならその言葉で。 どれだけ嬉しかったことかでもそんなんじゃ足りないんだから私信じてたのにあなたのことじゃあ証拠見せて浮気相手じゃないっていうんなんで言い淀どんでるの ないんでしょう。浮気の証拠しかないんでしょう。信じたいよ。信じたいけど。でも、この目で見たんだもん。あなたが、愛しそうにその女の人見てるの。 あっ <laughs> その日じゃないって何どこ行くの引き出し何それ私にくれるの きれい似合うって私の機嫌を取るためにくれたのこんなに綺麗なアクセサリーそうだこれのあスマホ出して 勝手に見ていいのこれってあなたの同僚さんえあ,あ,あなたの隣にいたのは黒い髪の毛で長くて それってこの前の出張のえあもしかしてその同僚さんの恋人は確かにそんなような気もしてきたあいいよわざわざ電話なんて 開けたの…恥ずかしいよわかったあ出たのあ,ありがとうあもしもしはい すまですか勘違いですかじ,じゃあなんでうちの旦那はあんなにデレデレしただらしない顔をしてたんですか <laughs> 妄想ですか外で私の想像して ご,ごめんなさいそんなそうなんですか <laughs> あの人らしいですアアクセサリー選び手伝ってくださってありがとうございますはいはいそうですね今度みんなで食事に行きましょう 遅くに失礼いたしましたはいそれではあなたごめんなさい勝手に勘違いしてあなたが浮気したなんて 最悪な想像しちゃって、はあ、<laughs> ごめんなさいあなたが私のこと愛してるって知ってたのに疑うようなことしちゃって本当にごめんねはそんなもっと叱ってくれてもいいんだよすぐに許さなくても ネックレス私につけてくれる大好きなあなたからもらったネックレスだから最初はあなたにつけてほしい <laughs> 頑張って。 ついた。どうかな。綺麗。私。あ、<laughs> ありがとう。言 <laughs> ってさせて。すごく安心したの。 ちょっと力入んないかも。<laughs> あなた。外でそんなデレデレした顔見せちゃダメよ。そう。私のなんだから。ダメ。そんな簡単に妄想しないで。妄想するんだったら。 早く私のもとに帰ってきて <laughs> あなた今その妄想ちゃんと叶ったそれ以上だった <laughs> あなたじゃあもっともっと。 それ以上なことしちゃうだって現実の方がいいって覚えさせないとまたデレデレされたら困るもんわ <laughs> かってる。<laughs> 本気の意味前に贅沢なものもらっちゃったあなたのたっぷりな愛情う <laughs> うんとっても幸せ。